決勝のね、トップスの決勝の解説と実況をする人たちです。実況は平口祐希がします。はい、解説は、はい、解説僕ですか。はい、はい、新人プロの、はい、新人プロ、あの妖怪アイドルカップですどうも。はい、青木良二プロの嫁の青木千恵プロです。はい、はい、こちらはね、あの今回の第2回トップスの解説、準決勝の解説を2人でクラウンやりました。クラウン決勝戦、はい、引き続き決勝もやらせていただきます。はい、いただきます。すいません、今回は私が実況します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝ね、島野プロと花輪プロがやって、うんうん、で今ね、ブレイク、最初ブレイク島野プロが、はい、やります。これも両方かっこいいですね。両方かっこいいですよ。両方とりあえずかっこいいですね。いけない。はい、ちなみにね、2人とも埼玉ですね。そう、はい、すごいですよね。お、これブレイクがね、本当にね、上手ですよね。じいさん助けてください。待って解説今、はい、平口プロ行きます。これは、はい、どうしますか。はいはい、じいさん、はい、新潟さんちょっと新潟さんにちょっと穴が、うん、そサイドは通ってないんですかね。ちょっと限定なんですか、ね、今島のところちょうど見てましたけど、うん、ちょっと限定されてる感じはしますよね。それによってちょっともう通ってる穴が2箇所しかないかもしれない。可能性としてそうですよね、2箇所はかもしれないですね。そんな形ならそうですね、その2箇所に出しに行くしかない。上をついているので、ね、右の順で、あ、サイド通ってましたね。サイド通ってるんですね、この回。ちょっと強いですが、ちょっとやっぱりそこに出しに行きたい気持ちからの。川谷さん、どうしました、はい、これは、まあ、でもあのこれ僕たちが見てるアングルより多分サイド意外と普通にあったりするんで、だいぶ嫌でしょうね、きっとね。そうですね、そのことを今どうなんですかね、どこまで見えてるかちょっと微妙なんですけど、多分おそらく通ってると思われます。意外と、はい、通ってる上で、でも、うん、丸割りだったとしてもちょっとポジションが、ね、ポジションが結構大変ですよね。どうするか、うわー、上手ですね、これね。すごいですね、当たるラインだったみたいで、島のプロはもう読めてますね。読めてますね、うん、仕上がってると思います。さ、前回決勝戦をついた川上プロですよね、はい、多分ですけど、あそこのこの台で一番多くついてる島野さん。そう、ね、なぜかね、決勝戦使う台があそこだから。そう、あの台が、あの、まあ、実際予選とかでついてみて思うんですけど、決して簡単な台ではないんですよね。いいですね。あ、ちょっとですね。簡単ではない中で、はい、小さいの。これ、はい、めっちゃ映ってる。これ何なんですか。あ、あの、いろんな人の名前出てきちゃってるんですけど、いいんですか、これは。これは、多分、ないことカットしていただければ。意外と、このカットされないパターンあります。あ、まあ、それはそれでね。じゃあ、はい、はい、はい、これで、ちょっと、まあ、ちょっとまっすぐになってしまったがために、うん、そうですね、ポジション我慢で、振りだけ合わせて、はい、はい、ね、まあ、2人は、2人はガチですか。ん、何の話ですか。2人いたってガチです。ガチンコなに。もう、あの、平口プロを困らせることを言わないでいただけます。どうしますか、これは。まあ、でも、単調で、このセンター付近のラインで、そうですね、いい感じじゃないですかね。うん、少し、あれですね、厚く、一番いいところは多分かなり厚く出したいと思うんですけど、ね、でもまあ、それちょっと危険ですよね、はいはい、なんでちょっと振りを、別に振りあってもいいかなぐらいの、はい、ぐらいのところには多分ポジションを取ってくると思うんですが、そうですね、やっぱそうですね、はい、センターに向かうライン、ブレークライン、そうですね、ブレークラインブレークラインになってこれを順調に取り切れば、3連覇に、ね、すごいですね。
マッサリスタートで最初がつかみっていうのが大事ですよね、はい、流れっていうそうですね素晴らしい本当に切りそうな、はい、うーん、すごいですね長い肘を、肘を気にしてますね肘を気にしてますか今、肘を触って腕を上げてたからちょっと違和感寒いからかな体重がよしみたいなじゃないのよしじゃないじゃない私が多分の部分はちょっと肘の位置を確認する感じの動きはしますよねそうなんですね、うん、多分もともと平口ことと一緒で、うん、ちっちゃい頃からついてたのもあって、うん、こう肘の位置とかは多分成長ともに変わってきたプレイヤーさんなので、うん、気にしてるのかもしれない私は結構そうですよね、やっぱりちっちゃい頃から続いてるとわかんない多少身長とともにね、成長期とともに変わってきたと思うんですね、きっと、まあ、見てる分にですけど、ね、はい、大楽はい、大楽シワのプロが1点取りましたはい、じゃあ行くして、はい、ちょっと蹴られてしまって、うん、はい、2コインなんでこれイリガルではないですねイリガルではないですね、はい、やっぱとりあえず手玉止めたらやっぱり玉に負けられちゃいますね可能性が高いです、はい、平口プロはちなみに、はい、ブレイクはどれを取るわけですか手玉に関してはどれを手玉は私は、まあ、何種類があるんですけど、はい、あのパンクッションの真ん中に引きをかける感じで、はいはいはい、やるブレイクそれだとやっぱりこうちょっと的玉に邪魔されにくいなんかカンペが出てるんですけど、カンペですか？カンペはカンペがなんか出てますね、今一瞬カンペが出てこれ無視していいカンペですそうですね、今の私はあの引きのブレークを結構することが多いですそれだと、やっぱ手が邪魔されにくいなっていう印象ですか蹴られることが、少ない時よりもちょっと少ないかなと思うので、はい、あとはイリガルブレークを回避するためにイリガル対策なんですよね、はい、一番下のね、うん、あの2番の2番の、はい、1、はい、2番をこうパンクション、はい、持ってくるために引きをかけてる場合が多いです、うんうん、はいはいはい、はい、なんで切っちゃうとりあえずまあ今セーフティー、今島のプロがセーフティーしてそうですね、今花輪プロ、ついに登場ですねそうですね花輪プロは、はい、特徴がありますありますね、はい、はい、どうぞ髪の毛が、はい、真っ白です、はい、真っ白これは、おしゃれで染めてない、はい、ではないです、はい染めてないにナチュラルで男前の上にすごいかっこいいんですよねどちらかというと銀色に近いですね。そうですね。シルバーフォックスですね。はい、僕、そうですね。シルバーフォックスですね。かっこいいですよね。あれだな。はい、これどうするんですか、ね、どのぐらい見えてるんでしょうか、ねね、このアングルだと。おっ。あ、でもちょっと強いですね。バランスが合わなくなる、ね。そうですね。はいはい、まあ、でも初好きですからね。この試合そうですね。今来て、はい。この試合初好き。はい、まあ。カッパは丸私カンペが来て、はい、カッパカッパカッパってそれ今カンペにめちゃくちゃのカッパが連発で書いてますね会長カッパってがやばいであの川上プロバナナがカッパなんですねはいカッパなんですカッパってこれをもう平口プロが言わないと面白くないですねカッパですね言ってる間島のプロなんかスーパーショット出ましたね、これね。はい、これで一発で整いましたね。一撃で、はいはい、距離は残りましたけど、まあ、ちょっとね、ここだけ気をつけなければいけないかなみたいな、まあ、単調で。そうですね、これだと選択肢何種類かありますね、これ通ってる穴は結構ありそう。ここでやって選択肢を。まあそのここからなのがいいかショートさえしなければそうなんですよショートさえしなければちょっと嫌ですよね、うん、ちょっと嫌、うん、
もうすぐ構えたので、でもまあもうこのコンディション分かってるんで、そうですね、早いです。ね、そうですね、はい、引きで取りますね。そんなに嫌じゃないです。引きで取れます。違った、でも結果これもまあそんなに出すの嫌じゃない。そうですね、もうこの息にかなりついてるので、この多分コントロールはほぼほぼ間違わないんじゃないかと。でもちょっとショート気味、でもちょっとやっぱ入れに気持ち行ってしまった感は、ちょっと気持ちがちょっと出ました。でもまあ、まあこういうのは島の頃あんまり嫌がらないですよね。そうですね、こういうの筆がしっかりついてから大丈夫だと思います。まあコンディションがやっぱりいいので、かなりねちょっとネキチープっぽい。ちょっと今体が動いてる。動きました。まあまあ問題なく嫌な感じ。はい、2点目。すごいですね。トップス、島のプロ。多分、動画もし見られてる方は、結構、花輪プロファンかなりいるんですよ。JPB 平のトップクラスでかっこいい。そうですね。そろそろ花プロを見せろって言ってね。王者の3連覇を見たいんだけれども、見たい。やっぱり花さんのかっこよさね、構えてるだけでかっこいい。そうですね。顔もかっこいい、髪もかっこいい、フォームもかっこいいですかね。玉突きもかっこいい。隙がないですね。そうですね。まだ試合序盤だから。そうですね。まだ2-0。試合は何が起こるかわかりません。わかりませんね。ちょっと蹴られて、これはいけるんですか？いけない。いけない。いけない。プッシュですね。これシュートアウトを選択する可能性の方が高いですね。そうですね。ちょっと今ラックもね、ちょっと多分イメージと違う組み方というか立ち方してたと思うんですけど、はい。レブキューブも動きましたね。ちょっとはい、そうですね。キューブも見た。うん、蹴られた感じがすごい強かったみたいな。蹴られちゃったんですね。うん。これでいったら。結構実はこの実況中にカンペが来てるんです。横が来る。カンペが結構来るんですけど、はい、そう言ってる間に島のプロ、はい、セーフティーが、これはオープンですね。ちょっとオープンで今島のプロがちょっと頭を抱えました。初めて。ついに花輪プロ反撃開始ですね。そうですね、ここ場面が来ましたね。決して簡単ではない。簡単ではないですね。穴前スタートなんですけども、それが地味に簡単ではない。3番がちょっと限定されてしまって、2番に対してかなり、そうですね、シビアですね。出さなきゃいけないのかなり難しい処理なんですよね。蹴るのを蹴るのに解説してもらわないと。すごい、めっちゃ今真剣にどうするのか見てたんだけど、真剣に真剣に見てたんですよね。逆でもいいですかね。別にここちなみに今ついてる花輪プロなんでかっこいい。川上プロとね、2人で平戸地プロの意見を聞くのも楽しいので、聞いて、はい、そうします。僕なんかまだピカピカの1年生なので、僕の意見はいや、みんなピカピカぐらいですよ。もう似たようなもんです。みんな頭もピカピカになりそうなんですけど、そうして、カッパカッパカッパ、もう一回言おうか、一回カンペ出してもらおうか。やばい。ひねりをちょっと強めかな。こういうの、でも花得意ですね、花プロ。先度食らってきた川上プロと私なので、サイドを超えてきましたね。こういうのすごいです。余裕でやられ続けてきた我々なので、はい、安全に取るイメージの方が強いんですけど、ちょっと嫌かなって思ったやつを全部嫌じゃないとこに一撃で戻されることを食らってきましたよね、我々ね。そうですね、同じ専属でリンクさんで、はい、そうですね、リンクさんで、
わあ、かっこいいのでしょ。あ、これ来ますか。左手か裏か悩んで、まあ、どっちにしてもかっこいいですけどね。かっこいいです ね。どっちかというと後ろからの花さみたいですね。そうですね、はい、後ろからの花さみたいです。これは引いて急に当てるか、当てるか、そして、はい、横に出すはないですかね。蜂の位置下をね、あるぐらいですかね。9、うん、にあるんですね。そしたら9が正義取れるからね。そうですね、もう一選択肢が増えましたね。とりあえず出来上がりです、はい、これはもうデデデデ、そうですね、デデ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 デ大丈夫、はい、これは旬が旬に変えますね。ちょっと旬に変えますね。コーナーはサイドですか。サイドか、はい、1本で絞ってください。あの的なサイドか、このままに微妙に下がって、サイドだったらちょっと見ちゃった。カニングセッター、カニングセッター、カニングセッター、カニングセッター。コーナーはサイドぐらいのカニングセッターですね。ひらぐところ可愛いからカニングも許します。はい、すいません。こういうのはでも好みですよね、きっと ね。 そうですね、その前の球を気持ちよくつける方を選んだりとか、ね、サイドが好きな人、嫌いな人いらっしゃるので、これはますます面白くなってきました。そうですね、前回の決勝戦、はい、あのフルセットだったじゃないですか。はい、はい、これ今回の、フルセット見たくないんですか。見たいですよね。だけど、あの、このお二人はフルセットにはなりたくないと。そうですね。そうですね、お互いね、お互いね。はい、ありがとうございます。そうですね、ついてる自分たちを考えるね。でも、その、それこそだから、その、ヒルヒルになった川上プロの意見としてはね、そうです。やっぱ前回も自分が、ね、ヒルヒルにやっぱりなってるので、なりたかったですか、ヒルヒル。ないです。そうですね。決勝は、あの、石丸さんと川上さん、うん、前回だったんですよ。そうですね、今回もなってほしいですけどね。なってほしかった。いやいや、いや、せっかく今回はなんなら、なんなら、だから私と平口プロの決勝したいなと思ってたんですよ。いつかしたいなと思ってるんですけど、なかなか実現ならず。ですよね、きっと。もうこの配置に、サイドバンク入れた後の手玉の位置も良くなりそうな感じですね。そうですね、入れて、蝶に入れて、蝶に入れて、ちょっと、横感が邪魔だけど、ちょっとだけ邪魔ですよね。でも、大丈夫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 。難易度で言ったらどのぐらいですかね。入れて出すまで、入れて出すまで、63%失敗するかもぐらいの勝負。変なのは 80% ぐらいの差が出ると、うんうん、ポジションも、うん、出すのが、ね、含めて、はい、ちょっと迷いますよね。コーナーの加減なのかサイドの加減なのかでちょっと迷いますけど、うん、これもう完璧ですね。美しいです。すごいの出ましたね。もうそこに置いたかのようなとこに出ましたね。出来上がりですね。俗に言う出来上がりですね。出来たかってやつ、ね、はい、一撃ですよね、はい、今。かっこいいですよね、やっぱ花さん。ね、やっぱり、ね、っいい持ってるものがやっぱり多いので、そのショットの種類とか、うん、動点とかが多いプロなので、うん、一撃で仕上げてきますよね。これだって僕とかが今のショットをやるじゃないですか。やっぱ、うん、ね、2撃、3撃考えてついてしまうところはあるですだって、あの花坂今のラインをギリギリ通ってきて、うん、ビ
チャビチャにひどいんですよ、うん、僕らがやってちょっとちった時に微妙になったらプププって笑っちゃうんですよ、僕らの場合だと。でも話さないと食べたらでしょってそう、かわいそう、やっぱり、ね、うん、そこはでもやっぱりエフレンさんを見て、我々がこう、もしかしたらエフレンさんでもブロックだったかもしれないものを、この方がいい、すごいと思う、うん、あ、これ素敵ですね。これもう川上プロが一番顔が大きく見える。顔が大きい。最高。はい、ありがたいです。でもこれ結城プロのが前にいるはずなのに私の方が顔がでかいっていうちょっとおかしな構図になります。まあそれはそれでいいです。サイズ感で言ったら僕が一番大きいですか？いいでしょう、これは。いいです。はい、僕決まりました。またカンニングしました。カンニングしました。すぐ開けてくれに、ね、いい。あ、そこで見えちゃうんだ。見えちゃうんだね。ちょっと映像画面より先に。なんか気持ちいい最後の楽です、まあまあ見たいですよね。これを取って2対2ですね。そうですね、はい、お互いマサリ1回ずつ、はい、これ結構締まってるゲームになってますね。そうですね、はい、スーパーショットを、はい、組みながら神奈川プロが取りました。いい感じですね。お互いもうコンディションも疲れに来て、そうですね、あとは球がどうなるか、うん、ブレイクですよね。どちらかというとやっぱりこの今の、うん、今のナインボールだとブレイクちょっと命だから、そうですね、本当にナインボールだから、ね、本当にナインボールという気持ちについたらいいですよね。うん、私が攻略できるのは、はい、第5セット、はい、カラワプロのブレイクです。はい、ブレイクだよ。です。です。いいですね、そうですね。使ってください。まあ、基本もう平口プロは何言っても可愛いから。そうそうね。何すごい。そういうことで許してもらえる。でも一番がやっぱまた。見切れないよ、まだ5年ぐらい切れない。5年ぐらい。5年ぐらい切れない。はい、やっぱり一番蹴られてしまう。そうですね、角、ね、さっきも角入ったんですけど、ね、はい、結構蹴られますね、二人とも。そう、でもまあ一応イリーガル回避ということで、イリーガルこの1から2がちょっと26ですかね、これね、トラブルトラブルが26ですね。そうですね、この1番から2番、6番結構近いので、これ選択肢広いですよね。広いですね、はい、このぐらいの距離であれば当てる、なんやらかんやら、はい、いろいろありますよね。どこに当てるとか、どこに当てますか。あ、当てますかですか。僕は6番にちょっと強めに当てたいです。私もそんな感じで、はい、そっち側に、はい、あの、左側、右側とかあるじゃないですか、はい、2番側、若干2番側の方に、はい、なんか厚い目、あそこから見ての厚い目ですね、と僕は思ってるんですが、うん、これやっぱ当てないっていうのが難しいですね。当てなかったら出ないですよね。そう、当てないで、まあ逆上について最後止まるふりなら考えますけど、セーフティーはないですか。いや、可能性としては全然ありだと思いますね。この距離でトラブルをついでに割れる可能性もある位置だとは思うんですよね。なのでここは本当にその当てのそうです、はい、イメージ的に悪ければ、もしかするとセーフティーも一応おかしくないとは思うんですが、かっこいい花プロなので、行きたいタイプです、ね、見てください、この感じ見てください、来ましたよ、これ来ましたね。あ、ちょっと待って、手玉待って、ほら来た、これね、これが花プロです。やっぱ強気な、かっこいいです、強気な形からの流れですよね、今のはね、すごいです、うん、お二人ですね。やっぱもう、まあ、所属が一緒なんで、そうです、ね、素晴らしい、すごいな。2番だけ当てて、そうね、2番だけでしたね、結構ハード、2番だけでいきましたね。あんなクールな男前で面白いところがいっぱいある方なので、すごい、多分でも、まあ、今回の決勝戦、島野プロ、神奈川プロ共通してるのは、きっと、まあみんなですけど、きっと玉突きが死ぬほど好きで、玉突きはね、すごく好きですよ。好きですよ。だからまあ見ててみんな楽しい。ね、これはね続けられない。そう、あの他の趣味で続くのってありました？いやー、そう本当で、特に平口プロってね、もっと我々より。
ちもありますね、きっとね。なんか好きなのかなって思うときは結構増えてきました。うん、最近多いですか？多い。でも今は好きかなって思って。うん、本当の意味でも好きかなって。恋愛と一緒ですね。恋愛と一緒ですね。深いこと言いますよ、うん、それ結構聞いてる方結構それ聞きたいんじゃないですか、今ゆういちゃんと恋愛感、うん、これまさかのビリヤード決勝で恋愛話、これいいですね。これはこれで面白い、めちゃくちゃ面白いと思います。進んだった、進んだった。これ今流そうとしますから、ね、今広げてた、ね、うまいですね、川島君。でも、まあ、とりあえず、まあね、好きになればなるほどわからなくなるね、いろんなことがね。そうなんです、楽しいことしてね、ちょっと、ね、はい、もう訳分かんなくなっちゃったね。訳分かんなくなっちゃった。まあいいんじゃない。とりあえず、男前勝負の挑戦に戻りましょう。はい、あなたで、この美しいですね。かっこいいんですが、ちょっとショートですか？ね、多分ショートですね。ただ、多分想定内ぐらいのところには、まあ、最低限は出てるとは思うんですけど、多分今、ね、柔らかく、柔らかくちょっと割りながら引く選択肢と迷って、そうですね、まっすぐだったから、多分ね、きっと手玉がある側に当たるか、うん、もっと一回、そうですね、一緒に押されるか、そう、多分迷った結果値を選んだので、うん、でもこのショートは多分想定内、うん、多分ショートだと思いますね、はい、どうしますか、お二人は。これですと次、4番です。あの5番、5番ですね。4、5番、5番。これ5番ですね、オレンジ色の5番なんですけど。6番がすっごい邪魔です、ね。そうです、すごくうざいですね。うざい場所に非常にいらっしゃる。まあ、スリークッション、そうです、フォークッション、可能性もあるんですけど。私もそっち派ですね。結構下が広いので。あとその厚みのアングルですよね。そうそうそう、構えてみた感じで。あ、でもそっちの2できましたね。いや、すごい、うまい。すごい。でも、そっち思ってました。僕が今見たアングルそう見えたので、もう逆は僕の中でなかったですよね、はい、逆してなかったです。私も逆にいってます。順気味の回して広い方を出す方を考えたんだから、まあ、画面との差もあるし、まあ、ハヌマプロの逆の上手さですね、きっとね。そこはやっぱりちょっと逆ひねりってこう視聴者の皆さんもちょっと抵抗がある方とかもいらっしゃると思うんですけど、カナープロはもうクッションでも何でも逆ひねりを怖がらないっていうのがある、うん、なんか私は思うんですけど、女性プロと、うん、女性と男性で、うん、なんか、ここ足りないかなと思うことがあるんですけど、それはなんか女子は逆ひねりをあまり苦手な人が多いから。あ、そうかもしれない。そうかもしれない。逆に出すのなかなか少ないように見えます、うん、なんか今みたいな、うん、もう遠い逆でコースを作ってるんだけど、男性プロはそれを普通にやってる。わかるわかるわかる、超わかる。なんかそう思う。あの、ですからそこよりも、うん、寄せなければ別にそこでいい、まあ、入れるよ、頑張って入れるけどみたいな、そこあと1個2個寄せるための逆は女子プロは作る率が低いかもとは思う、ね、うん、初めて知りましたね。なんか女性の方こう下がどっちかというと苦手なのかなっていうのは、下も苦手、下は確かに苦手だけど、あの最近のコンディションってやっぱり優しいコンディションが多いので、女性にとっても全く引けない台とかはすごく少なくなってるから、下をそこまでめちゃくちゃ嫌がるってすごく少なく多分なってて、いやー、そうですね、これはマッサージですね、4年ダブスコアですね。第6チェックが、今はプロが乗りました。中盤やっぱりそういうのはすごくこう男子プロ同士の試合をこうやって見てると思うこといっぱいありますよね、やっぱり我々は。スケールとかももちろんやっぱりスケールとかね違うからそれは違うと思うんだけど、でもあと一個頑張ればいいのにってとこを頑張れてないかなっていうのは思う時があります。そこであと半ひねりひねっておけばとか、あとちょっとショットスピード上げればもう一個近づけれたのに。また行きた、また行きた、今日はでも恋愛トークで行きましょう。
あとちょっと頑張れば、あとちょっと頑張れば、男性は女性にアプローチする回数多いから、はい、女性は来られてる、うん、待ちしてんね、だからそれが出てる、出てる、それだ。はい、で教えられたいしね。あ、ちょっと待って、教えられたい、これはイリーガルブレイクだけど、ね、あ、いけてますかね、ナラック、はい、ナラック、うん、これイリーガルで、イリーガル、ちょっと、ちょっと今ちょっとだけ球が横に出ましたもんね、世界的に ね、 そうですね、時々ありますよね、こうちょうどね、うん、この組み方一つで、うん、あ、これはどうしますか、イリーガルで回ってきた中では結構いい配置じゃないでしょうか、そう、だいぶいいですね、はい、久々に回ってきた島の頃にとっては全然ファッションから上げて、この1から2のラインがちょっと寒い、ちょっと手につかなければいけないですね、これですね、安牌なところを通していきたい、ね、今一番、まあ、一応6に当たるのはなしじゃないぞっていうラインを多分そうですね、見てますね、きっとね、広いから、はい、そうですね、うん、あそこに当たってもまあ、はい、まあなんとかはなるぞみたいな、強めの加減ですよね、選択肢としては、そうですね、厚みがなくなるのが、うん、そうですね、一番嫌ですよね、そうですね、引いていくかな、うん、あ、ちょっと弱いのか、弱いですね、あ、どうだ、弱いですね、そう、これを多分想定しては打ったはずなんですけど、うん、そうそうですね、はい、これをかわしに行ったとは思うんですけど、やっぱりちょっとなっちゃいましたね、うん、多分コース的に毒に当てるコースだったの作りやすいなっちゃったかも、これまあやっぱり自分が今日ついてもらうやつで、こちらの台ちょっとだけ穴に外れたかもぐらい入ってきて、ラインが変わっちゃうっていうのはやっぱりありますよね、ありますね、うん、苦しくなりましたね、そうですね、そういうクッションが強くていいですよね、入ったらこのイメージが僕は強いんですが、でも相当惜しいですね、はい、相当惜しいですね、今人間がメインになってポジショニングの加減でいってましたね、うん、そうですね、うん、狙いにいってましたね、いってました、攻めのカードを、ね、うん、完全にいってましたね、はい、完全ですね、例えば、まあ、一応アンドセーフティーとしてはショット厚い目に当たって分け分けみたいな感じ、そうですね、それが、まあ、間違えてもそっちにしたいっていう気持ちのもとついた感じですよね、今ね、それを、まあ、うまく当ててもたまにね、うん、甘く残っちゃうのも一緒、うん、まあ、結果がね、一緒な時もありますけど、穴にかかるとしょうがない、うん、その本人分かってて、それ、うん、今の加減で言ってたかもしれないですよね、完全に狙いに行ってましたね、はい、多分言ってた、決めに行ってました、一緒の方向だと思ってたかもしれないですね、うん、5番と7番が、うん、そう、ちょっと、ね、5番と合ってないと、ちょっとないんですかね、3番の方のないかな、6、8? 邪魔だった、6番ですね、3で当てたいですね、5と7、そうですね、高校のタイミングで、まあ、これ来ましたね、ああ、当てれますね、完璧な振りですよね、はい、うん、あと突きずら気をつけないといけないぐらいですか、うん、そうですね、うん、当ててまた当て前で変わってきますね、うん、ね、また次トラブルが変わるかもしれない、一番いいのは7から先に当たるのが良くないですか、うんうん、そうですね、そう、うん、なんかね、うん、でもその当てに当てによってまたもう一度この6番、9番あたりでこう、うん、がなくなってしまうっていう、もう一回頑張んなきゃいけないかもしれない、っていうのがあるんであれば、もしかするとこの3番をと4番を今きれいに整えて、あ、5番で単品来るかもしれないですよね、うまく当てる感じになれば、どうでしょうか、うん、あ、逆ひねり入ってます、さすがの、やっぱり花輪圭介ですよ、そこら辺はやっぱり逆、あ、逆ついてる、そう、花輪圭介は好きな、しっかりめの当たるラインは遠ざかる方で今当たってたんですけど、そう、でもそれを残して、むちゃくちゃついてますよ、はい、ちゃんと、だから自分の、やっぱり割れ具合と逆のひねり具合を
熟知してる感じですよね、やっぱり。この時間でのコンディション変化もちょっと出てきますよね。ちょっとね、今の、まあ、完全に入れるのだけでも嫌ですけど ね。そうですね、今の、うん、いろいろ気にしないといけない。でも逆になるよりいいです。まあ、ね、もちろんそうですね、はい、これぐらいの分布になるちょうどいい。そうですね、狭い方で行くんですかね、この場合は。雰囲気がすごかったんですが、今一瞬で花ムードが、はい、花プロムードがすごいんですね。あらららら、ちょっと待って、まさかなんか、まあ、まあでも強かった。そうですね、まあ、やっぱちょっとね、出ない、今ちょっと思ったより振りがなかったので、出なくて下からつくのは嫌だったから上にっていう気持ちがやっぱり出てます。このレベルのシュートはもうほぼほぼ問題ないです。問題ない。ちょうどね、まあ機種しやすい振りというか。対2位ですね。でもですね、なんせこのやっぱショートゲームですね。なんだかんだ。なんだかんだで。このレベルの方たちの中ではショートゲームですよね。流れってなんかあるじゃないですか。変わって変わっても2回ぐらい。2回ぐらい。あってですね、2回ぐらいです。これだと今1回ですよね、流れが変わったのね。チャンピオンの流れが最初あって、そこが花プロの流れ、うん、そうですね、うん、でもこれ1回だけでいっちゃいそうですよね。でもやっぱりここからちょっと視聴者的にはね、そうです、本人たちにはもうこのまま多いってなるかもしれないけど、ちょっと視聴者的にはもう1波来てほしい、来てほしいですよね、うん、いや、さっき花輪プロを見たいって言ったじゃないですか、うん、ね、見た、今度、ね、シムのプロ見たくなるでしょ。そうちょっとみんなそうそう見たいと思うよ。あの、3連覇ムードもうちょっとちょうだいよみたいなね、そろそろ、うん、欲しいよ。第8ラス、はい、うわー、プロのブレイクです。で、からのどうなる、どうなるか、あー、でも子供は止まってですけど、体一番ちょっとポジション作れなかったですね。そうですね、作られますね、うん、つまんなかった一番。平口プロ、どうします？私は、はい、どうしようかな、どうしよう、いっぱいあるけど、はい、セーフティーする、一番、手玉を一番のところに入れて、一番を、はい、逆のダンクシーの左側に、はい、やるか、はい、入れに行って、3番が、やれるそうな配置だったら、うんうん、構えてみてた感じですね。そう、あの、アンセムタクル、うんうん、見たらそれらしい、うんうん、あとは、だから上と上でかかるとか、うんうんうん、まあ、最低限、うん、あ、全部当たんないから全部言う。セーフティーのラインで見てますね。私はもう、ほんと基本攻めなので、あ、攻めるばっかり考えるけど、一番を、そうですね、花は今、そうですね、一応シュートに行ってるような方向には当てるんですけど、でもまあ、厚い目から、うん、そうですね、手玉をメインで行くと思います。今ね、2層行ったら、2層行ったら多分この5番ですか、うん、5番とか8番に、とこまで1番転がすぐらい結構強めで来ると思うんですけど、で、あ、でも8に当たっちゃいましたね。先に、まあ、そっちの超短を行ってた
たつもりなんですよね。やってんだけど。これ見えてますね。振りが合っている。まあ、れたら出ます。ということは。これは結構。いやもうこれ今の一級で、今の一級で決まってしまう可能性が出てきましたね。変わる一。そうなんだこれ。はい、見れない。ロングですが、見れそうですよね。はい、さすがですね。あまりしてなかったんだけど、だからあんまり嫌じゃない。タイミング早いなと思って。ああ、ケースケにとって大変なんでしょうか。っていうね、素晴らしいそういうことですね、きっと。きっと。でもやることが決まってそうですよね。そうですね、はい、やることが決まってるけど、ちょっと一応今整えたってから自分を設定してたんですかね、はい、これリーチ前に。そうですね、うまい、うまいですね。迷いがないですよね。そうですね、きっちり取りたいです。きっちり取りたいです。でこれね、ちなみに花輪プロめっちゃ得意なんですよ。今のを、うん、こう下の単にある球に対してこの球をのネキストめちゃくちゃ得意なんです。そう、毎回この振りに疲れてるのを経験してます。毎回、あ、また終わったっていうのを経験してるので。今どこついたんですよね、逆下ってやつですか。多分行き過ぎるのが嫌でってことなんですか、ね、絶対もうこっち振り、振りを意識させて。そうですね、すごいですね、うん。一番いいですね、です完璧ですよね、彼らに対して。あのギリギリの自信がないよね、うん。僕にも選択肢がなくて。そうです、はい、今の配置、そうですね、配置だとターンの方までも結構ですね、うん、その簡単ですもんね、ね、玉なりに行きやすい方ですね、はい、そっちのイメージが強かったんですか。そっちにでもかなり振りを強くそうですね、イメージですね。全体6、やっぱりこれリーチですね。逆をつくことによってショットスピードを自分の好きなショットスピードにつけるっていうメリットを最大限に生かした取り方ですよね、花輪プロの。切れることに対しての逆をつくことに対しての怖さは感じず、うん、ないですよね、得意分野ですよね、うん、そうですね。自分だとちょっと、ね、好きなように球が動いてしまうところを逆だとよりしっかりつける。いけますね。じゃあ2番通ってます。1番、2番、3番の根性みたいな。1、2、1、2から2になれば、でも2も、例えば1がいるじゃないですか、はい、2に対してマスクになっても3番、そうですね、そうですね、一応、はい、距離は残りますけど、はい、思ったよりはい、見かけより頑張れる配置が結構いけるかも。そうですね、結構柔らかくちょっとだけつきづらいだけで、これさえクリアできれば、ね、うん、それを言って、ああ、ちょっと、でもやっぱり嫌です、ちょっと嫌です、そうですね、やっぱ手玉の位置が難しかったですね。これでラストチャンスなのか、島のプロ登場しましたね、はい、これ取り切りたいですね、やってます、はい、やっと負けさせ、やっと来たぜ、勘弁してんやんみたいな、うん。ちょっとチャンピオンの球さっき座ってる時寒そうだったちょっと、うん、でもね、会場ちょっと、まあ、ちょっとね、あのついてる方にちょうどいいぐらいの感じをしていただいてる。早いっすね、作る選択は。セーフティー、セーフティーでしたけど、これはちょっとさらっと、あそこやっぱり3枚看板があったんでは、さらっと隠れると思ってついての見えてしまった感じですね。あ、合ってない感じ、そうですね、インストラで久々に、うん、
寒かったね。寒かったね。冷えたステージだった部分あるもんね。それじゃあ、大事か。一のグレがちょっと分からないんですけど、上グレっぽいですよね。3から4かな。3から4が。そうですね。最後のね。ポジション今2って思って見てたのに5、6と思ってた。あ、ほんとに。なぜ、ね、ね、3だから3。そう、6がない。すいません。なんか結構いいよ、これ。分かって見てたのに、うん、なぜか5、6が見える。これちょっと見せた。ちょっとだけ強い。これ、ペンチね。大ペンチ。今これ、花さんの特殊ペックの中に入ってるんですか、ね、これが、ペンって言うんですか。そう、逆下というか、うん、まあ下目、左みたいな。そう、下目、そう、左でしょ。だから、立たす感じでしょ。ですかね、うん、結構思い切ったこと来るかもしれないですね。まあまあ、いや、取れるのかな、うん、左上、行けたらいいですか。そうですね。押してしまうと、なんかスクラッチもよぎりますよね、5番に当たった後なんか、うん、当たり方して、うん、もしかすると思い切ったら結構可能性が高いですね。はい、左を、うん、左入れてくるかもしれないですね。どっちですか。はい、ちょっと逆に入れてきましたね。当たらないイメージ。そうですね、今当たらないイメージですね。そうだけど、位置を見ると確かに見えてる、うん、ってことは、そうか、来ちゃう？来ちゃう？行かない？ないんですか？うん、リーチよ、リーチ。いや、リーチだからこそ。ゆっくり顔ぶつかるとなんかリーチ知らない。でも気にしますよね。どのぐらい行けても、普通の入れがあるかもしれないですね。うん、もしかすると、ギリギリ。別に特別もなくても、はい、右をなんとなくついたらあるのかもしれないですね。ありそうですね。多分スピードの頭、うん、スピードだけで、うん、いける可能性が多分ありそう。特に川上プロならこういうのももし、もしギリギリあれば得意玉ですよね、結構ね。得意そう。得意玉。川上プロはね。得意そう。僕、まあ、全然得意とかもうそんなないんですけど、うん、でも好きな玉ではないです。ね、ですよね、はい、好きな玉で。そうですね。決まるか。ありそうですね。結構立ってるかな。カーブ組ですか。今勇気カンニングして先に表情に出ました。ああ、後ろから行ってくるノンクッションなの。そこに立ってたんですか。クッション入りましたか。入ったのかな、はい、入った。でもこれはもう早いですね、構えるの。いや、入っててそのままついたから、うん、まあ、ちょっとね、今よく見てないとわからない。よく、多分試合でも、他の試合でもよくあると思うんですけど、いや、でも下のクッションですよ。あ、シェラさんの下でしたから。そうそうそう、裏から行ったわけではないので、裏まで薄くなったわけではないので。あれですね、今どっちから先当たったか微妙なところに当たりましたね。そんなに？はい。ロワさんの後ろにいる。空振りしたように。ロワさん、ロワさん、僕の頭でロワさん被って見えません。これでリズムですね。シマノプロ1点返したんで、反撃の呪しを上げた。チャンピオンの展開が一応来ましたね。2回目ですかね、うん、どうなるんだ。反撃の呪しを上げたチャンピオン島のプロ。まあ、あれですよ、流れ的に3入れだったらもう第3の流れが来ますよ。第3の流れ、ね、どっちかわかんない流れがね、うんうん、そう、第3の流れ、
ちょっと今作っただけだから。どうしてもショートしちゃいますね。ちょっと角にパワーを取られてるような動きしてますよね。やっぱね、ちょっと死んでは取られてくれない。死んでない。ためと、ね、ルダも踏まないように。そうですね。スクラッチとかも気に入って丁寧気味に今もなっただろう。スコア的にも。スタートさっきもなんかあったような感じがしますよね、このままに。ちなみに僕、樋口プロあれじゃないですか、北海道ですね。ちなみに僕も青森県むつ市出身なんですけど、そうですね、あの引いてくるを引かさってるって言うんですよ。あ、じゃあ一緒、東北より、あの青森付近より北は何してるとか、何刺さってるとか、そういう言い方するんですよ。あ、同じですね、はい、一緒なんですね。お刺さってるって言います。使えます。たまに一緒なんですね。こちらの方言が一緒ということです。関東来て頑張って押してるに変えましたけど、お刺さってるって言いたいです、僕も。え、なんで、なんか飛んできた。いや、ちょっと私は貫き通しましょう。勇気プロからそう聞いてて、もう慣れてしまう。自分では言わへんけど、聞くのは慣れてしまいましたけど、これは直せない。でも川上プロから聞いたことはなかったです。あ、本当ですか。あ、今これオープンですか。オープンしてるっぽいですね。これじゃあ、うん、これオープンしてますね。スーターと、はい、ただこれ、まあ、きっとこれ、花尾さんが行ったんですよ。そうですね、行きましたね。これ、どうなんですかね。そうですね。サンマのサイドとか、このことで一でもサイド、サンマ、これ6番ですか。2番です。2番でしょ。2番です。なんで次、黄色から、サイド行ってそうですよね。熱く乗ってきたやつね。そうですね、はい、あんまり薄くしちゃうと意外と難しい。この3番みたいな。注意点に好きってことですね。いやー、上手ですね。だいぶ上手ですね。この画面で回ってきて、ね、嫌ですもんね。これ超難しいな。でもこれ難しいですね。もうこの目次第で、まあ、7番がある側のコーナーとか通ってれば結構影の共有範囲はでかいと思うんですけど、いろいろあるけどない可能性もあるの で、ね、一応右上のコーナーかサイドかを、うん、上のサイドかを見ていきたい場面で、ね、はい、でも上ついてるので、あんま動かしてきましたね。いや、しっかり作りましたね。上手ですね。私のイメージがちょうどいいぐらいの振りだったんですね、きっとね。でもこれほぼできる。取れればチャンピオン逆転の、ね、のろしを、うん、ちょっと引き出されなかった、まあ、引かさってないですね。引かさってない、うん、引かさってないんです。引かさった方が関係ないでしょ。関係ない、関係ないですか。また男前の頃が一瞬、確認両方から一瞬大先輩なんですか。大先輩。僕なんかいつも出会うとなんかおやつなんかごちそうなんで、たこ焼きパーティーして。そうだっけ。そんなに。そうですね。誘っていただけるんですか。ぜひこちらに顔を出してください。こちらに。いやいや、これクイズ、これクイズどうですか。あえてクイズ、クイズね。じゃあ、まあ、横で、うん、この声は誰だろうみたいな。や
いかかっこいいイケメンプロはどちらの方でしょうっていう。だからこれをこう猫の下まで集めて、また猫でやっていただいて、そうですね、うん、そう、また顔一度も出してないですよね。そう、顔出してないですからね。だけで顔じゃないよ。いや、あら、その男前で何言ってるんですか。これは大丈夫ですね。いいポジションちゃいましたね。これを取って6対4ですか。そうですね、これまだまだクロセット本当に可能性が出てるんですね。ワンチャンある、はい、言ったからですよ。やっぱ僕そのフラグってやつですからね。そういうの持ってるタイプ、持ってるこれフラグって言うんですか。そうですね、フラグって言いますね。フラグワンチャンあるタイプですね。これでも見たいですよね。見たいですね、もうね。向こうまで来たら見たいかな。カナダは見たくない。そうそう、やってる本人はね、もう、はい、もう0点で上がりたいです、ね。でも、マンゴーからしたら、いや、フセットちょうだいよ。うん、もうその上手い人じゃなくて、見たいからって、見たいって。みんな欲しいがりですよね、その、フセットの話はね。僕も欲しいがりですもん、フセット欲しいですもんね、見てるとね。ね、うん、やっぱ上手い人同士のフセットのこのね、顔色とかを見てるのもやっぱり楽しいですね、うん、やっぱり見てるもんはね。どういう気持ちなんだろう。フセットが一番見えたとか、思い出に残るなんかシーンってイメージあるんですけどね、なんか。同じはずなんですけどね、結局大の部であるもの、はいはい、第11ラックは、はい、第11ラックスガロプロです。はい、ブレイク第11ラックはね、はい、そのじゃあ飲んでんの食べました。飲んでんの、シラフでございます。サイズ入ってる。はい、水飲んでございます。2番も入っちゃったな。え5インですか。5インですね。5インからのドキ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 ですね。だいぶ難しいですね。だいぶ難しい。難しいですね。これはもう決まる一球ですよね、このマスはね。5個入ったの。見えてますね。出し難しいでしょ。もう、自分のでもイメージですけど、順につきやすい人とか、真上つける人とかでラインが変わってくる感じですよね。結局ね、9、8の間か、8の8丁の間かは、人それぞれ。そのまま、そのまま。いけますね、伝わりました、そのまま。そのまま、いけそう、いけそう。そのまま、真ん中で大丈夫。そのまま、そのまま。9、9と今ある。ね、9、9、9棒の間って、間っていうか、ね、9の下、9の下の 3パターンの中で。上ついてますね、これ。単に、どうする？上そうだな。最後までいける。あ、まあ、ただ多分イメージがそこの合いの中から多分振りがちょっとでつきすぎるから、これ真上かな、った感じですね。真上かな、今のは真上だったので、最後はい、多少割れてしまった、多少強くつくことになって、すごい加味してみたいな感じですね。バンクリーで、あの影の火につけるリスクがね、やっぱ出てきてしまう。なるほど、はい、そこら辺はこの自分のね、据えつける強さと割れ具合と全部見えてる。距離を残して、でも厚みとアングルはちゃんと、そうですね、はい、アングルは完璧に取ってきてますね。この高さはアングルさえあって結構飛ばせるっていうことがほとんどなんですよ。ちょまっすぐ、うん、まっすぐ、まっすぐ、ほぼまっすぐ。イエーイ、イエーイじゃないです。イエーイじゃないです。これ何なの、これ何、AI？ そう、逆から読んでますよ。トラック的な自由空間からしてるから、それで自由空間に回るって感じで、どうだけど、ここでタイムアウト、これが、はい、島野プロタイムアウト、まあ、もう自分の時間なので、単にトイレに来ただけのタイムアウト、あ、今
しようと思って、ね、これ僕らのタイムなんても大丈夫ですか。で行ってきますか。大丈夫、いや僕は大丈夫です。行ってきます。いや今ちなみにフリートークタイム、はい、フリートークの時間ですね、3分ぐらい多分あるんで、うん、そうですね。なんですか、恋愛話とかもう一回行きます。そうですね、恋愛で一緒ですねの続きを聞きたい、うん、ね、やっぱりね。あ、3分でまとまります。あ、恋愛と一緒っていう。そうですね、恋愛とビニヤード、今22歳の平口プロにとっての恋愛とは、うん、恋愛とはちょっとわからない。はい、いいですけど、あれですね、やっぱり出会うのがなんて言ってたっけ、さっき適当に喋っちゃうからわかんないんですね。こうすれば守ろうかな。そうね、うん、そうね、うん、駆け引きがね、そう、駆け引き、うん、うん、そう、駆け引きが、うん、そう、やっぱ、あ、さっき言った男性の方が女性にアプローチする回数が多いから、うん、女性はこう待ってるから、だから、うん、攻めるのが男性の方が得意、うん、得意。あと一歩、女の子の方が、じゃあ、守るの得意、うん、そんなことないね。我々に言われへんやと言うかな、今のな。これ今 NG とかちょっと今近かったし、言ったもんね、うん、これ採用できるんですかね。まとめようとこれ近かったな。いや今ここに JBBA の恋愛マスターって言われた大川プロがいらっしゃってるんで、ちょっとあれ答え言っちゃった。大川さん、あ、言っちゃった。今クイズにずっとしてたのに、言うたりしてたのに。あれ男前のプロが言うから声を出してくれない。まさかの誰でしょうっていうクイズにカメラスタッフさんからの。でもいい、それで繋いでもらったらいいです、編集で。さっきクイズにしてたんで、誰でしょうっつって。どうぞ。そう、あー、そう、だからそこ編集で。カットだね。いや、編集しましょう、ちゃんとこの辺にこう、もうだから答え送る場所にちゃんとこう出して、ライブじゃない、お母さん後ろ立っちゃったらいいんじゃないですか。もう答え言っちゃったから、これ大変だと開けますね。ガシャに行くか。ガシャ、出た、出た。はい、はい、はい。あれ、タイムアウトを開けましたね。第12ラックですね。はい、最後、はい、5、はい、あ、5と6、まだ6、はい、6点はい、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 第12ラックは、ミスマの方のまだわかんないのです。はい、タイムアウトをして、あの、スッキリした、ね、すごく場面的に重要ですよね、これで。取れれば、ヒルヒル、トヨタの負けです、それはまあ、出ちゃったね、引き分けとかあったらすごいいいですね、じゃあ次ね、みたいなあったらすごい良かった。ユリア、どうしても勝ち負けにしかならない。え、これいい感じじゃない、あれ、ちょっと待って、あ、これいい、あ、開いた、開いた、開いた、今イリーガルありましたね、今ね、ギリギリでしたね、感じ、あ、これゲームボーだよね。そうですね、しょ先生みたいな、あの教科書の感じですけど、これすごい難しいですね、このボール、でもいや、平口プロがいつも上手に出してるの見てますからね、こういうの、見せるんですよ、あんまり覚えてないです。だから多分あんま嫌じゃない、嫌です、こういうのって。でも嫌な人と嫌じゃない人っていうのは好みですからね、こういうね。でもこれ、そのためにやっても、俺どうぞタンマで行くな、タンマで、タンマで引いちゃう男前ショット。ちょっとこれで今ある手玉の位置が限界くらいの影に来るんですね。そうですね、その手前ぐらいで止めたいですね。サイドから手玉の間がいいですよね。ぐらいでは止めたいと思うんですが、最後、あ、うまい、最後、うまい、トップスシマノ、やっぱりうまい。これ多分ほぼほぼイメージ通り来ましたよね。最高じゃん。で、手玉も浮いてきたんで、これどうしますか、みんなは。3と9の間ですか、3とタンの間ですか。私はタンですか。3とタンの間ですか。3とタンの間、じゃあこう、待って、こうか、あ、いや、でも待って、構えてみた感じですね、このクッションからの浮き具合次第です。ちょっと薄いですね、いけなさそうに見える。うん、ちょっと薄いですもんね。手前から行きたいですよね、本来は。ただ下つけて下に結構多分当たりというか上は使えないんですよ。タンの間です。はい。なんでこれ2クッションで3の裏とします。そうですね。やっぱりそうですね。はい。完璧ですね。やっぱりでも
ちょっと風が入るぐらい、ちょっと立てなきゃいけないよね、場面ですかね。もう一回、はい、これは、つきますか。これも9なんかますかどうかですね。ちょっとなんか8の方に振ってるような気しますよね。します。じゃあ、ワンコじゃない、ワンコじゃない、ね、ワンコってなんですか。ワンコ、ワンクッション。ワンコ、ワンクッション。私、知らなかった。俺もこの。カラコ、カラコも言わへん。あ、直撃でした。直撃だった。あ、これやっぱ僕のせいですか。フルセットフラグ立てた。せんではないですけど。川上義弘が立てた。川上さんが言ったからフルセットフラグ。トップスのフルセットなんですよ。そうですね。見たいですね。これもフルセット。前回にフルセットがついた。ついたフルセット、たまたまついたフルセット。フルセット僕大失敗で終わりました。あ、大失敗で。あ、そうなの。ついた。ファイナリストが出てますね。もし僕の動画を見て、あいつ何やったんだって多分思ってる最後の人いると思うんですけど、あれセーフティー行きました。セーフティーでまさかの。みんな見てくださいね。大失敗の。みんなのピアチャンネルでそのチャンネルを見てください。その動画を見てください。ちょっと本人思ったよりドキドキして、ちょっと手が震えてくるからちょっと分厚く当たりましたみたいなね。ちょっとこれで先に拍手が入っちゃうからね。あ、これね、そうですね。これでフルセットきましたね。はい、フラグ通りすごいですね。フルセットすげー、いくか。はい、12月が島のプロがフルセットでございます。来ました、フルセット来ました。このクッション噛むんだね。めっちゃ噛むと思うんですよね。結構もう押さえて弾けないかと思って、ちょい以上適当についたらめっちゃ噛んでこっちまで来すぎたりとか、めっちゃ引っ張りすぎたりするんですよ。第13ラッキー、なかなか見れない。第13ラッキー見れない、見れない。ファイナル、ファイナル、フルセプロと川上義弘プロがこのパターンで言うとね、ちょうどお互いのいいところ見れましたね。そうですね。最初チャンピオンがねずっとついて、その後かっこいい花さん見れて、でももう一回チャンピオン見して、これってことはやっぱ、あ、言っちゃダメだ、フラグ立っちゃいけないのね。はいはい、13ラッキー、石原プロがフラグを打ちます。一番ね、結構最後のところに結構やっぱちょっとまたちょっとつなぎ目入りましたね。やっぱショートして、ショートやっぱショートするんですね、あの辺に当たるのが。水瀬縄には行かないから、水瀬縄には行かないから。ショートアウト、ショートアウトですか。でも、この辺見えてそう、見えてそうだから、そうかもしれないですね。見てんのこれ、左半分。ただ、さっき、ショートアウト見てないでしょ。どっち見てんだろうな。ほぼ全圧が見えてそうじゃん。シュートアウトかセーフティーの手玉の後を見てると思うんですけど、どっちでも今の感じで見ると見えてるんですね。うん、今先玉も見ましたもんね。結構全然見えてる。本当ですか。うん、ちょっと見えないよ。見える。いや、この画面だけです。半分は多分見えてると思う。左側には当てる。見えてるかもしれないですね。お、出てきた。これフルセットはやっぱり大川プロに解説してもらう。そうです、川上プロ。してもらいましょう。ここ真ん中押してください。大川プロちょっと真ん中通ってもらっていいですか。なんか男前に一度入っていって、酒飲んでんのに飲んでね、大丈夫。ゆっくりめで行くの。強くいったな。全夏でしたね。ああ、これどうですか。ああ、でもなんかショットですね。まあ。はい。ね、1と2の関係性的にすごい。ちょっと見えてしまいましたけど、ついに登場しました。じゃあ、さっきのクイズの答えは、ここでいったな。これ今セーフティー、まあ見えてしまいましたけど、これ相手にはかなり難しい球を残せてるか。これ行くでしょ。行きます。これ僕できない。これどうするんですか。どうします。これ何しますか。入れに行ったら何します。これワンコ、あ
私もそれなんですし、それしかできないことなんです。でも世間も難しいですね。難しいね。はい、急に決まらない手前みたいな感じなんです。そうそう、あの一番入れてこう、まだ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 手玉の距離感もほぼ最大距離、 そして手玉もほぼ最悪な位置みたいな。 でも浮いてるからね。 そうですね、 迷い状況がたくさん揃ってますよね。 かなり、なんつうの、パフォーマンス出せるんですかね。 いや、ここで行くでしょ。 行くしかない。 手ついてもらう。 腰だとついてもらう。 俺はつくね。 これはいいですか、僕のフルセットとか、はい、立場、現場の人間関係なしに行ったら、はい、行っちゃうか、行くでしょみたいな感じになっちゃうんですけど、行くでしょ、はい、超無責任ですよね。彼らはもう多分、ね、行けないですからね。ないの、セーフティー行ったらだって見えるからね、絶対。そうですね、手玉9番、8番あたりの手玉行く。え、センティー、センティー行くとしたら、オクアプロは行くとしたら、これやっぱ長官さん、いや、これつけないですよ、これなかなかつけないですよ、これやっぱすぐ。そうね、はい、決まらないですよね。入れるだけだから、全然すぐは、うん、そうね、このプロは絶対行けると思うんですよ。行きますかね、絶対行くでしょ。してる顔してるもん、顔がどうだ、うん、あー、いってますね。いったでしょ、来ましたね。からのあ、いや、これコーナー行ければコーナーですね。3連覇のチャンス来ました。そうです、来たね。すごいですね、フルセット。ちょっと気になるの？いや、かなり気になると思います。なんで下ついてツーク、スリークッションですか？タンクションの下、スリークッションの選択肢も多分なくはないと思いますので、ワンの、が1万かけるシングルでしょ、これシングルだと思うんですけども、ただそうですよね、これこのコース、今足元のプロが見てるところでかなり絶妙なところだと思うんですよね。その回数を増やす可能性もありますよね。ツークッションで独特な
ちょっと言うのね。そうですね。こっちやの今の手なんですか、ね、絶対手前しかないのね。左手ですね。レフティーできた。左手は軽く上手、はい、これ何ワンで行こうとしてるの。超軽い、うん、ワンツー、ワンツーで、うん、そのアクションですね。ワンで、あ、でもすごいです。あの8番に愛されてる感が今出てます。だ本人は黒を今日決めてるんで、まあ、でも当たって OK と思ってついていますよ。想定内だと思うんですね。想定内だと思うんですね。4球ですか。3連覇もなって4球、うん、これ私はちょっと嫌なんですよ。迷ってしまうため嫌なんですよ。バタいくでしょうね。僕はワンクッションが止まる。僕はワンクッションでいきます。決まる、そう、ね、空中出しで、はい、僕は空中でいきます。この選択肢を取ることが多いですね。黒はね、うん、まだね、川上プロはワンクッションで行くことの方が多い。よくやられてるのも知ってるんで、はい、の方が多いですね。薄いのだけだからね。薄いのが得意、好みですよね。それあれですか。すごいことですよね。こんだけの人が集まってて、何番で。なんかこれのカメラのところでちょっとタイミングずれますか。じゃあこっちで終わった時に間違えたりしてるのかな。はい。3連覇チャンピオン。いやー、これすごいですね。チャンピオン優勝は、アルピーヤモジョン。いや、すごい。今年のプロですね、本当に3連覇すごいね。おめでとうございます。3連覇すごいですね。こちらが駒澤エロンナハです。朝でした。あ、告知、次回の告知よろしいですか。あ、はい、次回は3月の28日4時。ごめんなさい、これ全然違いました。全然違う。これは全然違うのね。3月の28日、これ何でもないです、うん、土曜日の、はい、あの、トップスホールという試合を開催します。テンポールでございます、はいはい、たくさんのご参加お待ちしておりますので、はい、皆さん、ぜひエントリー23日までなので、はい、エントリーしてください、はい、今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、ゆうきプロもちえプロも出ます。僕は、まあ、僕、ええ、専務に誘われてる。川上プロは専務誘われてる。出ます。本田プロに会うにはどちらに行けばいいか。僕、ええ、どちらに行けば会えるんですか。重空間のアビコ店。アビコ店はい、行ってください。みんなのメディアのチャンネル登録してください。よろしくお願いします。チャンネル持ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。